はい、皆さんこんにちは。ワンダリングルビッシュです。では今回は This is the Police 83日目やっていきたいと思います。まず新聞の方ですね。現代美術館が現代絵画講座を開講、障害者団体福祉手当の増額を要求。市役所であまりにも幸せすぎて花嫁が心臓発作。こんなことあるのかな。その幸せすぎて心臓発作になったって誰が判断したんでしょうね。で、メモですね。トラヌタヌキの川山陽ということになっています。ちょっとこのメモの意味が未だによくわからないっていうのはあるんですけどね。なんかね、ヒントになってるのかどうかもちょっとわからないんですが、シフト A の方はかなり充実してきてるな、人材がね。シフト B の方では能力値下位2人を特別訓練プログラムに派遣してあるんで、まあ底上げはできるかなと思うんですけどね。では早速、朝の7時半ですが、人質事件が起きています。バスジャックなのか。バス停留所です。2人のゴミ収集人がバス停近くでゴミを回収していた。そこへ酔った男が通りかかり、彼らをからかって喧嘩を売りつけた。激怒したゴミ収集人たちはその男をゴミ箱に押し詰めて、ゴミ収集車に乗せ、そのまま作業を続けた。なんだろう、人質事件人質事件っていうのかな。じゃあここはドレイクにスカンロン、この2人を出しましょう。まあ、こっちにはね、フロリド、バスティア、さらにディクソンとかね、かなり能力値の高い人材が揃ってるんで、まあ、よっぽどの凶悪事件がない限りは2人派遣でコンビを組ませて出していけば解決してくれるかなっていうね、目処感はあるかなと思うんですけどね。では暴行事件、公園です。2人の年配の男は公園のベンチに座りチェスを楽しんでいた。突然男の1人が駒を投げ捨てチェス盤を掴むと、もう1人の男の頭を強打し始めた。通報してきた目撃者はかなり動揺している。急いで、頭が血まみれになっている。これも完全に傷害事件ですね。まあとはいえ年配の男2人でしょ。これに関してはバーディーに、そうだな、モンティノット、この2人にしましょう。女の子2人コンビ。警察がゴミ収集車に追いつき停止させた。オーバーオールを着た2人の男が運転席で笑っている。なんかかなり危険な感じですね。グラサンかけてるし、しかもゴミ収集車の中から人の足が見えているってのもなんかまたすごいな。悪ふざけはここまでな。人質を解放しよう。いや、何かあったのかい。ゴミの中に入って酔った男を探す。まあ、ここは人質を解放しようですよね。おっと、そうすると酔った男はゴミ収集から収集車から降りて埃を振り払うと警察に襲いかかってきた。お前らこそ獣だ、ゴミ漁りめ、ろくでなし、お前らは最悪だ、俺たちの血税で腹を満たしやがって、お前らなんか全員死ねばいいと叫んだ。意味がわからないな。これは何、3人での狂言誘拐だったんですかね。男に手錠をかける。男に謝罪し状況を改善すると約束する。男をゴミ収集車に戻す。まあ男をゴミ収集車に戻しましょう。こんなやつは。何だったんでしょうね。さて暴行事件の方ですね。こちらの方はチェス盤で殴り合ってた事件ですが、こちらも解決してます。今日は今のところ比較的穏やかに音が運んでるかと思ったら爆破予告か。オフィス用品の販売店シザーズシスターズで働く年配の従業員から通報。宅配業者から不審物が届いたらしい。差出人住所はケチャップが血のようなもので汚れている。ケチャップか血のようなものですね。皆は何も聞こえないと言うけれど、私は何かがカチカチ音を立てているのが聞こえるの。いやー、これはなんかガセ事件っぽいなー。とはいえ本当に爆発するとまずいんで、レイクウッドにディクソンを出すか。いや、スカンロンにしましょう。何、この2人では行きたくないと。じゃあディクソンだよね。ディクソン、フロリドとディクソンの顔がね、すんごい似てるんですよ、ヒゲ面で。
続いてドラッグストア店の強盗事件です。若い女性の薬剤師から通報。これは同感を持った麻薬中毒者が彼女の薬局に押し入ろうとしていると言った。ちょっと読み方合ってるかな、なんか違う気もするけど。じゃあここはマリニアックにフロリド、フロリドを出せばある程度安心感ありますからね。1350、通常の10倍近い能力値持ってますからね。爆破予告の方はホッチキスだよね、で迷惑行為、年配の男から通報。今日はなんか年配の男からの通報が多いですね。お気に入りの公園のベンチの正面で露出の高い服を着た奇妙な集団が芝生の上で動き回っているそうだ。信心深いクリスチャンに不快感を与え、通行人たちも不安にさせている。これはもう無視だな。別に露出の方がね、もう確かにちょ見えちゃいけないところが見えてたりしたらいけないと思うんですけど、露出度が多少高い程度で、ね、警官が出動するっていうのもおかしな話だからな。でドラッグストアの方は、麻薬中毒者が窓を割って中に入ってこようとしている。男の足はまだ窓の外に突き出していると。犯人のスニーカーを脱がして足の裏をくすぐる。警棒で男のかかとを叩く。まあ、かかとか痛そうだな。犯人の足を使う。ここはね、くすぐってなんとか対処しましょう。何？中毒者は窓から飛び降りました。パイプの断片を捨て逃走しようとしている。薬剤師をナンパする。犯人に襲いかかる。唐辛子スプレーを使う。薬剤師をナンパするか。もうちょっとね、僕の奥さんはね、薬剤師なんですよ。まあ、ナンパしたい気もするけど、ここは普通に犯人に襲いかかりましょう。フロリドならナンパも成功したでしょうけど、犯人の逮捕も成功しますよね。で続いては、おお、事件が立て続けに起きたな。じゃあまずはロバート・デブリン・カントリーハウス、またしてもあんたの力を借りたい。なんか前に力を貸したことがあったんだろうか。全く記憶にちょっとないけど、まあ、きっと何かの時に力を貸してあげたんだろうな、きっと。まあ、そういうレベルでしかもう覚えてないですけどね。で、またしてもあんたの力を借りたい。農場を拡大したいんだが、隣の土地を持ってるろくでなしどもが信じられないような額を要求してきた。そいつらと今夜ミーティングをするんだが、その途中であんたの部下に乱入してもらいたい。奴らの土地で殺人があったとか、殺人犯が逃走中だとか、近くに麻薬中毒者が住んでるとか、内容は何でもいいが、そういう話をしてもらいたい。つまりだ、俺はそれを理由に土地の買収額を値切りたいんだ。協力してくれたら俺も警察に協力するよ。例えば予算に上乗せするってのどうだ。そうすれば5人ほど職人を増やせるだろう。5人もか。5人増やせるって相当でかいな。4人出さなきゃいけないデメリットは大きいけど、ここは4人出しましょう。で、暴行事件、レストランオクトパスですね。いやー、こっちもなかなか厳しいな。キンバリー・アダムスは友人たちと誕生日を祝っていた。長い夕食の後ギフトを開けているとディルドを見つけた。彼女は赤面するとその大人のおもちゃをつかみ、それを買ってきた友人に襲いかかって、最悪の女、卑劣なモンスター。進学校からの友人がみんなここにいるのに、私がどんな人間か誤解されるじゃないのよと言いながら、アダムス夫人はその友人の頭から血が流れるまで殴り続けた。血が流れるまではまずいよな。ここはバスティアにバーティ女性コンビで動いてもらいましょう。で、迷惑行為の方はここだよね。ヨガをしているグループ OK だ。で、住居侵入の方ですが、シュガードリーム菓子工場、キャンディー工場での警備員セオドア・デラムスからマスクをつけた5人の男がドアを破壊して中に入っていったと通報。阻止しようとしたが、相手の人数を考えると抵抗するのは賢明ではなかった。壁に押し付けられてボコボコにされるのがオチだろう。あんたらが早く来てどうにかしてくれと。じゃあこれはフロリドフにディクソンのイケメンコンビで行ってもらいましょう。おっと、このイケメンコンビでは嫌だと。じゃあそこにヒゲヅラメガネのヒゲ三人衆としてレイクウッドを出しましょう。これで一人だけになったか。
ちょっと早く誰か戻ってこないとまずいな。騒音駆除ゲット地区。騒音駆除舐めてると死者出たからね、この前。ロバート・デブリン、その前にレストランオクトパスですね。女が友人の頭を力いっぱい殴っている。被害者の女性はしばらく気を失っていた。大勢の人が集まり騒ぎの中心でたどり着くことができないと。まずはたどり着くところからですね。全力で警笛を鳴らす。おう、テーブルにあるウォッカの瓶をつかみ女に投げつける。近づらずくで中心まで進む。まあ全力で警笛を鳴らしましょう。まずは警察に気づくと女は正気に戻った。飛び上がって人混みを避けながら大人のおもちゃを持って裏口のドアに向かった。テザージを持って女を追う。誰か加害者を止めてくれという。うなりながら目を覚まそうとしている被害者に駆け寄り人工呼吸をする。まあここは誰か加害者を止めてくれだよな。よし。でロバート・デブリンの方はいや演技を楽しんじゃいましたよ。自分でも演技していることを忘れるぐらいリアルでした。でもねお礼は言ってもらえなくてもちょっとしてお小遣いぐらいくれてもいいと思うんですけどね。数百ドルぐらいもらえると嬉しいなと思ってさらっと言ってみたんですけど、あの金持ちと言ったら一生に一度の大きな取引をしているんだ、さっさと消え伏せろって憤慨したんですよ。ルール違反もいいところだ、やってられない、飲みに行ってきますということで4人とも酒飲みに行ったか。厳しいな。あと10秒で戻ってこれるかだな。住居侵入の方は、犯人逮捕しますね。まあ優秀な警官派遣してますからね。発砲事件も起きてるな。とりあえず騒音の方には人を出せなかった。しょうがない。あただ良かったですね、誤報でしたね。で発砲事件の方にじゃあ人を出しましょう。ケント夫人は電水した隣人についての苦情を電話してきた。その隣人男性は日が沈むと庭でビール缶を打って楽しもうとしているらしい。誰かが殺される前にあの電水男を逮捕して、まあ、確かにあんまり褒められた行為ではないですよね。じゃあここはバーディーにマリニャック、さらに一応拳銃を持っているならスワットチームも出しましょう。今日まだスワット出してないですからね。ちょっと久しぶりに操作してみる？もうこれ以上多分ないんだろうな、証拠がね。もう完全に事件を忘れてしまったので一からちょっとおさらいさせてください。まずホール、マイケルホール。男のセダンがビルに乗りつけ2人組の男が降りた。2人組が降りた。1人はレインコートを着ていた。2人は何も言わずに横を通り過ぎた。まあこれはいいでしょう。で続いて秘書のブロンク。エレベーターが開く音がして振り返ると怖い様相の2人が見えた。武器は持っていないようでしたが邪魔をすれば殺されるとすぐに分かった。男2人ですね。強盗だった可能性もある。中に何が入っていたかは知らないが金庫を持っていたと。その2人組は確かにいた。時間を覚えていない。事件のことは後で聞いた。2人組なのは間違いないですね。詳しいことは知りませんがエルビスは問題を抱えていた。彼の仕事を横取りしようとしている人がいてその人に賄賂を渡そうとしていたようですと。そうするとまずは、黒のセダンがビルに乗りつけ2人組が降りたというところですよね。これとこれの差がよくわからないな。黒のセダンではあるよね、両方とも。コートにジャケット、こっちもコートにジャケット、両方ともセダンに見えるけどな。時間も同じ。何が違うんだこの2つ。全く同じものに見えるけど。髪の色から何から何まで同じですよね。車の色が微妙に違うな。黒のセダンではない。こっちはグレーのセダンですね。よし。で、ブロンクさんはというと、エレベーターが開く音がして、振り返ると2人組の男がいたと。武器は持っていない。武器は持っていないわけだよね。エレベーターが開く音がして、振り返ると2人組の男。ただこれ見ると、どう見ても、服の
色が違うんだよな。これね、なんか小豆色のジャケット着てるじゃないですか。こっち見ると小豆色のジャケットを着てるようには見えないんだよな。なんか違う気がするな。そうすると黒のセダンが乗り付けた、ビルに乗り付けた、これ黒のセダンだよね、乗り付けた、降りてきた。でエレベーターの話は一旦スルーしましょう。しょうがないですよね、エレベーターだって関係ないからね今のところ。でこれとこれの差がわからない。何これとこれの差。ああ拳銃を手に持ってるんだ、武器は持っていないって話だからね。でこれはなんかおもちゃを手に、あ着替えたのか、なんか手に持ってますよね、金髪の男の方が。しかも短パン、短パンになってるし、どういうこと。いやーわかんないわこれ。多分本当に写真の 数が足りてないですねきっと。もうちょっと事件の進展を待ちましょうか。結構難しいな。攻略サイトとかもね、日本語の攻略サイトは少なくともまだないんですよね。さて発砲事件の方ですね、ちょっと結果を見ていきましょう。スワットチームも出してますんで無事逮捕してますね。よし、じゃあ今日の勤務を終了していきまーす。うんうん、まずまずの結果でしたね。はい、というわけで83日目お届けしました。いかがでしたでしょうか。次回はこの続き84日目プレイしていきたいと思いますので、ぜひぜひ、お楽しみにしていただければと思います。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。もしよろしかったらですね、このチャンネルの登録をよろしくお願いいたします。あとですね、ツイッターの方で動画の更新状況と、あと収録状況、まあ、その他雑多な内容にはなるんですが、情報の方を発信しておりますので、よかったらツイッターの方もフォローもよろしくお願いいたします。